まだ、手はあるわ。覚えてる？私の言ったこと。え、何？覚えてないかもしれない。さあ、どうだ？来たぞ。お、なんだ？なんかまともな見た目になってる。来たか。ガルビルス。ね、最後に見たガルビルスめっちゃ気持ち悪かったのに。僕はもはやガルビルスではない。マザーと一体化し、ブレイクワールドの神にも等しき存在となった今の名は。ガルマザード。名前変える必要なくね？ガルは残すんだね。そこにはこだわりがあるのかな。僕を、いや、我を称えよ。新たなる神が今ここに降臨したのだ。お前たちは神への生贄である。その存在の全てをガルマザードに捧げよ。いややし。違う。この世界に生きる全ての命は、お前への生贄なんかじゃない。ブレイクワールドは、私たちが守ってみせる。まがいものの神に負けたりしない。ガルマザードを愚弄するというのか。ならば見せてやろう。新しき神の力を。そして後悔せよ。神に歯向かった自分の愚かさを。うわぁ。さっきのでも結構苦戦したよ。ねえ、さっきのでも結構苦戦したよ。あ、しかもそっか、ライドしてない。ちょ、竜王にライドします。そして頑張ってくれ。あ、でもダメージは結構与えれるんやね。ここで相手の攻撃がどう？いや、ん？微妙だぞ。二人は攻撃受けてないし。あ、なに？怖い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 。あ、でもそんなでも、そんなでもない。いや、でもやっぱり、ゾーマがさ、元の体力がすごい少ないけんさ、あ、しかもそ、あれだ。しかも、賢者の聖水。やべえな。マジックポイントが、マジックポイントが無に近かったぞ。無に近かったっていうか、まあ、スライムベホマズンなかったけどね。ゾーマの方も回復しといた方がいいか。ね、危険よね。やばいやばいやばい。2匹の体力がやばいよ、ちょっと。連続攻撃はやめていただけない。あ、やべえ。ベホマラーのタイミング。タイミングちょっと遅かったかな。ゾーマが生きている間にしていただきたかったのだが。あ、ザオラル、ありがとう。え、生き返った今。失敗？失敗っすか。ぽいね。やべえ。見た目だけなんか。え、何あれ？死滅の刻解除まであと5ラウンドって何？あっち、見てなかったんだけど。ちょい、待って待って待って。道具。道具。ちょっと、賢者の聖水。マジックポイントをうんと回復しておかなければ。え、なんか知らんけど、何かが解除されるっぽいんだけど。あ、回復したっていうか、生き返った。ありがとう、ベホイマ。だけど、ちょっとゾーマ。ゾーマの体力。あ、ありがとう。何がありがとうかわからないけれど。混乱している私が。あ、やばいよ、やばいよ。あ、なんかほら。え、それ？死滅の刻解除まであと5ラウンド。なんか今、死滅の刻ってならんかった。なったよね。これはちょっと、多分、体力は回復してくれるだろうと思うので、マジックポイントの回復をしとくよ。そっち。あ、守備力ね。オッケーオッケー。てか、向こうのターン長いもん。あ、一応自動 HP 回復はあるんか。なんとか持ちこたえた感はあるんかな。あ、スライムベホマズンの、マジックポイントはなんか、一気になくなるよね。ちょ、気をつけてみとかんと。回復もできんくなる。なんかね、一回一回の攻撃がそこまででかいわけじゃないんやけど、ダメージが。でもなんかじわじわ来るよね。よし、オッケー。賢者の聖水もうなくなる。もう聖水使いまくろ。スライムベホマゾンに使いまくろ。あ、待って、ゾーマもなくなった。一応、ね、通常攻撃よりは絶対、魔法なり、特技なり使ってくれた方が、
攻撃力は高いと思うけ、マジックポイントはまあ回復できるならさせといた方がいいよね。じゃあ普通に魔法の聖水の方使おっか。ちょ待って、なんかあと3ラウンドなんだけど、それがさっきからね意味が分かんなくてちょっと怖いんだ。はい、魔法の聖水。あ、すごい、相手のなんだっけ、ガルマザードだっけ。あいつはあれだね、4マス分使うんだね。そんなに巨大なの、あれ全体が入ってるってこと、乗り物みたいなのも。え、乗り物、体、うん、ちょっとよくわからないんだけど体なんかな、あれ何かに乗っとるんかなって思ったんやけど、違う。あー、なんかあと2ラウンドだ、何かしらあと2ラウンドだ。テンション上げてこう、みんな勇気の旋風。お、自動マジックポイント回復はいいね、ありがたいね。ちょっとあのなんかね、カウントがゼロになった時がすごい怖いんだけど。あー来たー、そのアビスハンドはちょっと見た目的にもね。え、てかね、ちょっと思ったんやけど、そのアビスっていうのはさ、一体何なん？なんか他の、私、前に、なんだっけ名前を忘れてしまった。なんか名前忘れちゃったんだけど、前にやりよったゲームでも、なんとかアビスみたいな感じの魔法を使いよったのが闇属性の子やったんやけど、その闇とかそういう意味があるんかな、アビスって。そういえば、テイルズ・オブ・ジャービスとかもあったよね。あ、ゾーマが、私の雑談中に。なんてことだ。あ、もうザワラルするマジックポイント残ってないよね、多分。え、しかもそろそろあれじゃない？カウントゼロになるんじゃない？え、どう？はぁ、ちょっと待って、あんだけの体力があった竜王がちょっとやられそうなんですけど。今ちょっと、スライムベホマゾン以下なんだけど、体力。あれ？死滅の刻ってさっきから何回も解除されよる、もしかして。じゃあとりあえずちょっと。エルフの飲み薬って何？これも同じようなの？完全回復、ちょっともったいないけん、賢者の聖水使うね。はい。もったいないとか言える場合じゃないかもしれんけど。とりあえず。ちょ、竜王体力大丈夫っすか？お、ベホマゾンありがとう。なんていうゲームやったんかな、めっちゃ好きでずっとしょったんやけどね、普通に忘れたわ普通に忘れたわ。あー、ベホマズン、スライムベホマズンの体力が、待って、マジックポイント少なくね、なになに、そんなに使った。あー、もうあれか、アモールの水ってあれよね、あ、 HP か。混乱中。世界中の雫は、これも HP か。もうエリフの飲み薬しかないんすけど。やべえな、ここで使ってよろしいの？使うよ。よし。いやー、結構あれだね。マジックポイント大事だな。あ、でも今めっちゃダメージ与えれた。お願い、頑張って耐えて。さっきから自動マジックポイント回復って出るのは何かしらの技を使いよんかな。いやー、お願い、耐えてね、耐えてね。あと、できればゾーマを復活させていただけたら嬉しいんだけど。嬉しいんだけど、無理かな。無理なら無理で大丈夫です。はい。まあ、2匹でもね、残ってくれれば。あー、残ってくれればって言ってるじゃん、もう。竜王だけになってしまった。とりあえず、ここはもう、うん。頑張ってくれって言おうとしたのに。スタンバイ。いけるか、スタンバイ。あれなんよね、ちょっと。メタルホイミン。体力が少ないんだ、君は。ここまで来て死んだらどうしよう。これはもう私、体力回復をしていくしかないからね。あ、やべえ、体力。もうすでにあー、ちょっと待って。やめて、やめて。君たちね、攻撃力は結構高いと思うから、ね。攻撃力は高いと思うから、ちょっと。特上薬草。え、これってさ、これは、あれです。
世界中の歯でさ、メインモンスターを復活させることはできるの？ちょっと今まで試したことないんだけど、それはできんのかな？同じ場におるモンスターだけ。試して損はないかな。ちょっとやってみようかな。怖い、やられそうで怖いよ。みんなちょっとマジックポイント、まあね、ダメージを与えるのは大事だからしょうがないんだけど、ちょっと抑えめにしちゃダメか。ちょ待ってね、とりあえず世界中の歯使えないんだ。え、使えないのか。世界中の歯はこれ全員全滅した時に発動するってことか。全滅した時に発動した時にはどっちが復活するの？メインが復活するの？あ、いけた。はぁ、よかった、いけた。よかった、誰も死んでない。スタンバイはね。おっしゃ、みんなレベルアップ。いやー、ファイナルウェポン素晴らしいよ。名前負けしてないよ。ガルマザードが、この僕が負ける？どうして？絶対の存在になったはず。おかしい、こんなの何かの間違いだ。僕が滅びるなんて。間違ってないんだよ、それが正しいんだ。今度こそ浄化を。ガルマザードにも邪魔はされないはず。いけいけい。あの子の名前が未だに覚えれないんだけど、なんだっけ。レナーテ、レテーナ、なんかそんな感じやった。エテーナ、エナーテ、わからぬ。そんな、どうして。え、なになになに。一人で消えるもんか。お前たちも世界も僕の道連れだ。もうマザーはボロボロだよ。治らない。浄化なんかできっこない。マザーを失ったブレイクワールドは崩壊する。お前たちは終わりだ。終わりなんだよ。壊れた。え、マジでモルトも爆発っすか。え、やばくね。え、てかブレイクワールド、もともとこの世界の名前ブレイクワールドっていう名前なん。え、じゃあブレイクモンスターって別に全然悪くないんじゃない？悪いん？支配されとる世界やけんブレイクワールドじゃないんや。なんか世界崩壊してく。え、地獄絵図なんすけど。みんなは？え、村のみんなは？町のみんなは？なんか人っ子一人おらんくね？ねえ、人っ子じゃないわ、モンスターっ子。カジカジカジ。雨降ってるのに。なんなの、どうなるの、これ何、ウッドパークか。やばい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 、この世の終わりなんですけど。え、これは何、ハッピーエンドにはなるの？ガルマザードは死んだんよね。まだ、ではあるわ。覚えてる？私の言ったことを。何、覚えてないかもしれない。あなたがガルマザードを倒してくれれば、あとは私が何とかすると。あ、なんかマザーの一部なんやっけ。え、何、犠牲になるの？それはそれでなんか後味の悪い感じな気がするけれど。私はマザーの機能中枢から生まれた存在。すべては無理でも、崩壊を防ぐくらいなら。そう。私がマザーの機能を代行すれば、ブレイクワールドは存続できるはず。ありがとう、アユナ。あなたはやるべきことをやってくれた。故郷の星から続いてきた、カルマッソの悪意を、マサの呪いを断ち切ってくれた。だから、今度は私の番。私がやるべきことをやるだけ。私は、マザーと共にコアに行く。そこでブレイクワールドを守り続ける。神様になるということだね。ん？ここはコアではないのか。だから、お別れよ、アイナ。あなたのことは絶対に忘れない。あなたをブレイクワールドに返すわ。ここから先は、もう私だけでいい。
なんか最近悲しい終わり方のゲームが多い気がするのだけれど、これもそうなのか？できることなら、あなたと綺麗な世界を旅したかった。私はコアの中からあなたのことをずっと見守っている。身動きが取れんなるっていうだけで死ぬっていうわけではないんか。今までありがとうアイナ。さようなら。元気で。人の形じゃなくなるけん、その場から離れられんくなるってことよね。うわぁ、何切ないよ。え、これで私は下界に降ろされるわけで。え、そういう結末ですか。もう音楽からして、はっ、ん、空が晴れた。星？宇宙ってこと。ここん、晴れる？このマソとやら、お、おー、綺麗。バーディー。バーディーはなんか役に立ったかな。特にバーディーにライドしたわけでもない。結局ライドしてないよね、バーディーに。てか別に仲間モンスターにおらんし。一緒にどこかへ乗り込んだわけでもね。秘密基地までしか一緒に行ってないよ。みんなすげえ嬉しそうだな。あれか、コア。あそこに行ったんやね、あの女の子は。近いようで遠いんかな。なんか周りあれ結界みたいな張られとんかな、いけんように。のんきだな。あのデンデンリーはずっとあそこにいるの。なんかあのデンデンリーは最初の頃に全然わからずにね、レベル上げん時にぶつかってめっちゃ強くて速攻で死んだ記憶があるんだけど、あの体験版の時に。やけん製品版の時はぶつからなかった。学習したから。やばいよね、あんな普通にさ、最初のエリアから強いモンスターを潜ませとくっていうのは。全然潜んでないけどさ、思いっきり寝転がってるけど。あ、すごい、ドラゴンクエスト1とか2とかなんかいろいろそれぞれ出てきたモンスターってこと。おー、なんかいいね、すごいね。あ、でもハテナんとこってさ、仲間にできてないモンスターってことやろ。見ただけのモンスターもハテナなんかな。なんか嫌だ、ハテナだらけで。てかこの絵いいね、めっちゃいいやん。なんか平和な世界になりましたって感じ。超嬉しいんやけど。あ、すごい、 3DS バージョンとかやるんやね。へえ、なんかいいね。エンディングでも楽しめる、私十分。すごい、なんかパソコンのさ、デスクトップ画面とかにしたい。かわいい。おお、ジョーカー2とか。何、プロフェッショナル。プロフェッショナルって何。あ、そういえば私カラーフォンデュのやつさ、ウッドパーク戻ってないな。サブクエストやったってことかな。なんかその本編に関係ない感じの。仲間にしたモンスター全167種。お、なんかまだブービーが。ん？なんだ？ネオン？ネオンか。落ちとるって思った一瞬、なんか。聞こえるかい、アイナ。聞こえているなら返事を押しよ。誰？ん？コアから？あの女の子？え、to be continued。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。